的目的っと。おはようございます。何をお求めでしょう。ありがとうございます。ありがとう。気をつけ。行き先はっと。さーて、どこに行こうかな。目的っと。ルルアちゃん、準備はできた？はい、ま、よし、じゃあ出発しようか。マスター、まずはアールズに向かえばよろしいでしょうか。うん、そうだね。アールズ経由でのんびりアーランドを目指していこう。あ、アールズ？アールズに行けるんですか？え、そうだけど。いえ、ちょっと興奮しちゃって。あ、アールズってあれですよね。メルル姫が錬金術を使って一晩でバーって発展させたっていう、あのそうだね。さすがに一晩は言い過ぎだけど、まあそうだな。
ールズに行けばそのメルルさんにも会えるかもね。すごい、メルル姫に会えるかも。師匠、行きましょう。アールズ、今すぐ。わかった。じゃ、マスター、エーファさん、準備ができました。そろそろ出発しましょう。
何するんだっけ。Okay, this video was going to be no commentary, but right now, there's got to be something going on. As you guys can see, I'm pressing, you can't see, but I'm pressing X to move there, but it won't let me. I don't know if this game has to be patched or what, but I just want to put that out there. If you wonder what's going on, like, why aren't I making a move? It kind of won't let me make a move. Maybe I gotta start here, then go there on foot, which is weird. これでまた最強の座に。どんより曇ってきたみたい。でもまだまだ頑張るよ。みっけ。これは眺望に使えそう。何の材料になるか調べないと。
目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。みんな、いい？採取は慎重かつ大事。いけ！Okay, I'm starting to see now. You gotta get those paths open. It don't have dots there. You can't go there until you have those dots to that destination. じゃあ、着いたよ。ここがアールズだすごいすごいすごい、ここがあのアールズ。メルル姫が、メルル姫が錬金術で頑張ったっていう。こちらこそすみません、急いでいて。こーら、ルルアちゃん、急に走り出しちゃダメでしょって、ケイラちゃん、久しぶり。あ、ピエーニャさん、お元気そうで何よりです。師匠、お知り合いですか？この子はケイナちゃん、アールズの役所に勤めてる敏腕な役人さんよ。はじめまして、ケイナ・スウェイヤと申します。敏腕かどうかは分かりませんが、ピアニャさんのおっしゃる通り役場で働いています。役場で。私はルルア、エルメルディア・フリクセルです。フリクセル？ああ、もしかしてこの方が。そうそう、ロロナさんの娘にして私の弟子ってわけ。しかしよかったね、ルルアちゃん。え、どういうことですか？このケイナちゃんは何を隠そう、ルルアちゃんが好きなメルル姫の幼馴染
味なんだよ。だからいろんな話が聞けるかもね。そうなんですか。ケーナさんすごい。ぜひメルル姫のお話を。それは構わないんですが、すみません、今はちょっと。そういえば急いでるっておっしゃってましたよね。何かあったんですか。ああはい、アーランドへの関所を魔物に占拠されたとの報告がありまして、急遽関所を封鎖したので旅人や行商人への対応に追われているんです。関所を魔物に、大変じゃないですか。あ、でもあれですよね、今頃メルル姫が大事に。あ、いえ、実は今メルルはアールズにいなくて。ほう、そうするともしかして打つ手がない状態なのか。はい、その通りなんです。警備団に連絡はしているのですが。警備団の仕事はアーランド全域にわたる。人手不足のあそこがすぐに動いてくれるかどうか。じゃあその魔物、私たちが退治してきますよ。どうせ魔物がいなくならないとアーランドには行けないわけですしね。うん、よく言った。それでこそ私の弟子というわけだから、ケイナちゃん、魔物の剣一旦私たちに預けてもらっていい？ありがとうございます、助かります。ただその関所にいる魔物はとても厄介でして、くれぐれもお気をつけて。すみませんがよろしくお願いいたします。邪魔するぞ。あれ、オーレル、どうしたの。まあそんなところだ。お前がサボってないか様子を見に来たのもあるかな。もうサボったりなんかしないって。でもせっかくオーレルが来てくれたわけだし、ちょっとお菓子でも食べようか。という、おい、いきなりサボってるじゃないか。うん、とコーヒーだよ。あ、ん、どうかした。オーレルは紅茶よりコーヒーかなって思ったんだけど。あ、いや、そのすまん、僕はコーヒーが飲めないんだ。え、そうなの。ああ、僕は苦いものが苦手でな。コーヒーなんてその最たるものだ。へえ、そうなんだ。オーレルって意外とお子ちゃま？誰がお子ちゃまだ。好き嫌いに子供かどうかは関係ないはずだ。それにコーヒーくらい我慢すれば。苦っ。ああ、無理しなくていいって。代わりに紅茶入れてくるから。砂糖多めで頼む。
かりました。くそ、恥ずかしいところを見られてしまった。覚えてろよ、ルルアメ。